YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。あんな腰抜け、野村隆仁氏、先輩の清原容疑者をこけ、覚醒剤取締法違反、所持容疑で逮捕された清原和博容疑者48について、2006年に同容疑で逮捕されたことのある元オリックスの野村隆仁氏47が、2016年2月14日放送のフジテレビ系ミスターサンデー日曜5、10時の取材に答え、清原容疑者にあんな腰抜け、どってことないですわとコメントした。野村氏は日本で違法薬物に指定されている痛み止めグリーニーについて、膝痛い時に同僚の外国人にもらって飲んだだけですと告白。痛み止めなんです、普通の医者からもらう痛み止めでは効かんからですと、膝の痛みを抑えるため仕方なく飲んでいたことを明かした。野村氏は怪我により薬物依存から覚醒剤につながり離婚、離婚裁判の資料を集めるのに徹夜せなあかんから覚醒剤をやったと打ち明けた。現在はやってないです全然と、覚醒剤には手を出していないことを強調した。自身が逮捕された直後に清原容疑者から探りの電話があった際には心配するなと言ってあげたと告白。情報が漏れることを恐れていた清原容疑者に対しては、あんな腰抜けどってことないですわ僕からしたらと、1学年先輩の清原容疑者を完全に突き放していた。みんなの声、最近メディアに出るようになって気分が盛り上がってるね。今だけ最近野村の方が目立ってるね。芋づる式って言うけど、なんか面白い芋がくっついてきたね。本人を目の前にしたら言えないんじゃないの。監督原はヤクザに1億円供与、オーナーの清武は歓喜を翻して出奔、フロントは契約金をごまかす、主力の清原は覚醒剤、中継ぎの野村も覚醒剤、若手は野球賭博。一体どういう球団なんだかね巨人って。ここ数日のマスコミ対応で100万単位のボロ儲けらしいですけど、それで覚醒剤買わないでくださいね。自宅すごいことになってたな。屋根の窓はぶっ壊れてるし、玄関じゃない潰れたような窓から出入りしてるし、普通じゃないよね。大丈夫か？野村ってしょうもないやつなんですね。野村氏のことを警察はどう思っているのだろうか気になるな。野村隆仁のヒゲ顔を見た瞬間、清原の覚醒剤の話が吹き飛ぶくらい衝撃的だった。それよりか、窓も壊れたあの家で野村は寝泊まりしてるのかとか、みんなそっちの方が気になってます。逆に大丈夫か野村。清原が出てきてから笑い、清原の妻は警察も医者も呼ばず弁護士だけを繰り返し呼んでいたのは罪になりませんか。オリックス時代のキレのあるピッチングは好きだったよ。確かに清原より失うものは少なそう。清原容疑者より野村氏のニュースの方がはるかに面白いです。学年では後輩でもどん底まで落ちた方では先輩だろうからね。ある意味清よりすごい、インパクト強すぎ。確かに一番的確な清原評かもしれないが、それにしても NPB でも各球団にしても支配下選手の薬物検査を行うとか発表しませんね。今までもしたことあるのだろうか。薬物から選手や球界を守ろうという意識が全く見られないけど、どう思う？野村は清原の気の小ささを知ってるからね。それにもっとやばいネタを持ってるだろうね。あんな家に住んでれば怖いものなんかないだろうな。野村投手いい選手だったと記憶してるのですが、たまげた。テレビでピッチングしてる姿見たけど生き生きしてた。恋しいのかね。現役時代は左腕でもぐいぐい強気のピッチングで好きだったな
体は小さかったけど躍動感があった。タバコに火をつけた後、今はもうタバコ吸えないんですよとか、野村さん今一番面白い、ファンになった。野村さん、巨人時代に見てた時は爽やか好青年っていう顔つきだったのに、今や不老者並みのひげ面。メディアは清原より面白いコンテンツに気づいてしまったな。全盛期はすげえピッチャーだったのにな。メディア、清原より野村の方がおもろいやんけ。人気商売、高給取りの野球選手でも下手すりゃこうなるんだと思った。野村氏がテレビに出てるとつい見ちゃうよな、かっこ笑い。野村は年金があるから、薬に使わなかったら老後は大丈夫でしょう。あっちはメジャーリーガーを43日以上すれば老後の年金が年間で3万4000ドルももらえますからね。そのぐらいは在籍していたから大丈夫でしょう。年金の紙が同行とか報道で言っていたけど、それのことなんでしょうね。5年メジャーリーガーでないと全くもらえないとか、今も勘違いしている人がたまにいるんだよね。金を使いまくりの清原の方が心配だ。マスコミに話す適当な話を考えるために眠れない、覚醒剤ってなったりして、かっこ笑い。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。